FGM-148 ジャベリンはアメリカ合衆国でドラゴン対戦車ミサイルの後継として開発された不評傾向式多目的ミサイル。FGM-148 を携帯し行軍するアメリカ海兵隊員訓練にて発射される FGM-1481983 年より開発構想が検討され1991年に初の死者が行われた。 アメリカ軍への配備開始は1996年のことである。FGM-148 の開発、製造はテキサスインストゥルメンツ社、マーティン・マリエッタ社の合弁企業であるジャベリによって行われ、これまでに2万機以上のミサイル本体と3000機以上のシールが納入されている。2002年には台湾に360機のミサイルと40機の発射機、 トレーニング機器、平坦サポート、そしてトレーニングプログラムまでを包括的提供する契約が3900万 US ドルで締結された。これはミサイル1機あたりにつき10万 US ドルに相当する。2003年1月にはイギリス国防省が軽誘導対戦車兵器トライアルにおいて FGM-148 を採用することを決定した。 2005年から旧式のミランからの転換が進んでいる。不評の傾向装備の中でも大変高価な装備であるため、世界の軍隊の中でも実写訓練の多い、アメリカ陸軍でも訓練にはシミュレーターを使用する。このシミュレーターにおいて、高成績を残した者の,のみが実機での実写訓練を行える。2003年のイラク侵攻作戦において、初めて実践使用された。 2017年12月22日、アメリカは国内の混乱が続くウクライナに対して、ジャベリンなど対戦車ミサイルを含む防衛装備の提供を行うことを明らかにしている。FGM-148 のバックブラスト弾着の様子を主な目標は、走行戦闘車両であるが、建築物や野戦、追気、さらには低空を飛行するヘリコプターへの攻撃能力も備える。 完全な打ちっぱなし機能、発射前のロックオン、自律誘導能力、バックブラストを抑え室内などからでも発射できる能力などを特徴とする。ミサイルの弾道は走行車両に対して走行の薄い上部を狙うトップアタックモードと建築物などに直撃させるためのダイレクトアタックモードの2つを選択できる。トップアタックモードでは 高度150メートルダイレクトアタックモードでは高度50メートルを飛翔する。ミサイルは画像赤外線シーカーと内蔵コンピュータによって事前に捕捉した目標に向かって自律誘導される。メーカー発表によれば講習直後のオペレーターでも94%の命中率を持つという弾頭はタンデム性計測薬を備えている。これはメイン弾頭の前に より小さなサブ弾頭を配置したもので、サブ弾頭により爆発反応装甲などの増加装甲を無力化した後にメイン弾頭が主装甲を貫通するように設計されている。FGM-148 はシエルと呼ばれる発射式装置の部分と弾薬の部分と呼ばれる発射筒体と発射筒に収められたミサイル本体から構成されている。総重量は2 2ラム。 ミサイル本体は射出用ロケットモーターによって発射塔から押し出され数メートル飛翔した後に安定翼が開き同時に飛行用ロケットモーターが点火される。これによりバックブラストによって射手の位置が露見する可能性を抑え後方が塞がっている室内などからも安全に発射することができる。ミサイルは完全自律誘導のため射手は速やかに回避することができる。 運用は1名でも可能であるが、通常は、いてと弾薬種の2名で行う。弾薬種は、発射時の周囲警戒も担当する。ありがとうございます。